せーのトーク中の人コンテストに小春ルネアエントリーしますわー<お>サンドの飯より録音が好き1997年からの声の素材屋さんアミ太郎ですトークの中の人になりたい理由はズバリ最強の声素材になりたいからです詳しく先日アミ太郎の声から生まれた歌う音源小春ルネアが10周年を迎えましたわー 実はこの歌う音源を作ったきっかけが、声素材のユーザーさんのアミタロイドが欲しいというつぶやきでした。楽しそうアミタルの声素材工房は、セリフ素材だけでも2300点以上。一つの声の日本語無料声素材としては、おそらく日本で一番、世界で一番です。え、変歌う音源も17音階連続音や、11表情39音階分の CVVC 音源など、たくさんの音声素材を公開してきました。うんうん。 でもそれだけでは、高品質なフルボイスゲームや実況動画を作ることはできません。えー、最近スタートした音声合成サービス、声フォントクラウドでも、たくさんの声フォントを公開しています。<ー>だけど、声フォントの作成は一発勝負。9時間かけてリテイクを繰り返したハイエンド版でも、自動推定のラベリングがうまくいかない場合もあって、自由自在に喋らせるとまではなかなかいきません。むむ,むでも、はるかさんの技術なら、トークなら、それができるかもしれない。 誰でもセリフ素材と同じ声で作品をフルボイス化できるようになるかもしれない。10年来の夢を叶えるチャンスが今目の前にあります。ならばアミタロは録音一筋でここまで来ました。録音体力はあります。根気もあります。声も安定しています。わかりやすいウェブサイトもあります。珍しい声なのでキャラかぶりもありません。自宅録音室でいつでも録音できます。商業作品にも使える音質です。 一緒に使えるセリフ素材や歌う音源、声フォントもたくさんあります。表情差分いっぱいのかわいすぎる立ち絵もあります。<laughs> 足りないのはあと、滑らかな喋り声だけなんです。なるほど。アミタ郎は本当に、声を使うことしかできません。絵や動画でハルプを稼いでトークの中の人になるという選択肢はありません。そんな今回のコンテストが最初で最後のチャンスです。よし何十時間でもかけて、精一杯頑張ります。ぜひ、 いいねとリツイートで応援よろしくお願いします。お願いあみたろでした。